B5 は、ダイハツ工業が生産、販売していた小型 SUV である。テリオスの後継者。親会社のトヨタ自動車との共同開発であり、トヨタラッシュは、姉妹車である。形式は 2WD 車が、J200G 型で 4WD 車が、J210G 型。日本使用車は2005年の東京モーターショーで、発表され、2006年1月に発売された。 欧州使用者は2006年のジュネーブモーターショーにて欧州使用が公開され、その年に欧州での販売が開始された。社名は日本と中国でのみ b e 号が使われる。この社名は英語の B から5への変化を意味しており、生活や意識の変化をもたらすほど積極的に行動できる車をイメージして命名された。それ以外の地域では引き続き テリオスの名称が使われ、テリオスの2代目モデルとして販売される。ただし、インドネシアでは、テリオスベースの独自使用者種であった、タルーナに代わって、初めて登場した車名となる。インドネシア製テリオスについては、ホイールベースを 2580mm から 2685mm、全長 4405mm に延長した3列シート7人乗りとなっており、 当初は5二人乗りで登場し、最終的に三列シート7人乗りに改め、設計されたタルーナの光景という色合いが強い。このインドネシア製のロングタイプは、インドネシア以外の東南アジア、南アジア、中東、アフリカ及び中南米の国々でも販売されている。また、インドネシア及びマレーシア向けのトヨタラシとして OEM 供給されている。 マレーシアのプロドゥアからは、テリオスのプロドゥア生産型であった、プロドゥア・クンバラに代わって、2008年から2010年まで、プロドゥア・ノーティカの社名で販売されていた。なお、ノーティカは、クンバラとは異なり、ダイハツからの OEM 供給となり、日本からの輸入車種となっていた。生産は、日本では、発売から2012年途中までは、ダイハツ九州大板工場で、 それ以後は、ダイハツ工業本社工場で行われていた。インドネシアのアストラダイハツモーターでは、上記の通り三列シート七人乗りタイプを生産している。また、ベネズエラにあるトヨタの生産士会社トヨタでベネズエラに委託して、ベネズエラ国内向けのノックダウン生産が、仙台テリオスに引き続いて行われている。ボディ構造は、ビルトインラダ,ダーフレーム式物コックを採用している。 これは、モノコックボディに、はしご型のフレームを組み込んで一体化させた、構造である。このボディはインドネシアで生産されている、7人乗りミニバンの、ダイハツセニア、トヨタアバンザのボディをベースに開発が進められ、専用に新設計されたものである。エンジンは、直列4気筒 DOHC、ガソリンエンジン。ドライブトレインは縦置きエンジンの FR と4、WD であり、 日本向け FR モデルにはローダウンサスペンションが標準装備されている。トランスミッションは4速 AT と5速 MT で副変速機は持たない。日本向けの AT のみインパネシフトを採用するが MT と日本国外向けの AT はフロアシフトとなっている。なお、シムケッチによっては1.3リットルの計算 VE 型エンジンに5速 MT のみを組み合わせた。 グレードも用意されている。4WD は、車内のスイッチで、ロックが可能なセンターデフを備えた、フルタイム方式である。給油口は、ラガー、ロッキー、テリオスと同様、右側となっている。中国市場には、モーターショーに出展した程度である。ダイハツティリオス7シーター、ファインドモアハット、ダイハツ B5、トヨタラッシュ発表。今度は、小型車専用ボディ。 レスポンス .jp http コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2 0 0六スラッシュ0一スラッシュ20スラッシュ七八四0 1ドット html.mt は日本向けには四 w d にのみ設定されていたが二千十三年一月で廃止デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第八十二号二十一ページよりありがとうございます